ではこちらなんですが現在の雨雲レーダーの状況ですえところどころで合図であったり中通りでも平地でかかっているようなところありますね、うん、でこの先の予想を見ていきましょう、えー、今日の午後7時ですこ白い表示が雪です中通りや合図を中心にこの後も断続的に雪雲がかかるような予想となっていますえ今夜から明日の朝にかけてが大雪のピークとなりそうで明日の朝 中通り今かかってないですけれども、はい、もしかしたら積もっている可能性ありますので、うん、本当に通勤通学の時間注意しないといけませんで、この後もちょっと時間を流してみますと、はい、この雪雲なんですが明日の日中もしつこくかかりそうですでようやく止んでくるのが夜9時を過ぎた後とあい図ではしつこく雪雲残りそうです思っていたよりも長く降りそうですねはい、そうなんですということで明日はね本当に通勤通学気をつけないといけません、うんはい、早め早めの行動をするようにしてください